一口動物図鑑。恐竜と共に絶滅したはずの生き物がまだ生きていた。今回はそんなロマンあふれる魚シーラカンスについて少し詳しくなってみましょう。シーラカンスが地球に登場したのは約4億年前のダンクルオステウスとかがいたデボン紀という時代。シーラカンスって言うと大体の人はこんなのを思い浮かべますが、化石は100種類くらい見つかってて、6メートルにもなるでっかいのやら、スピード特化型とか、なんて言ったらいいかよくわかんないのとかいろんなのがいたそうです。今でこそ、シーラカンスはまだ生き残ってて、生きた化石だなんて説明は言わなきゃ誰かにぶっ飛ばされるの?ってくらい必ず出てくるほど、ド定番な内容ですが、ほんの少し前までは白亜紀の地層を最後に化石が見つからないことから、恐竜と一緒にみんな絶滅してしまったとされていたんです。そんな常識が覆るきっかけとなったのは、北島三郎さんや野沢雅子さんがまだ2歳くらいだった1938年12月、南アフリカのイーストロンドン博物館にラティマーさんという学芸員の女性がいました。彼女は、魚の標本コレクションを担当していて、日頃から地元の漁師さんたちに、変わった魚が獲れたら教えてね、みたいな感じで声をかけていたのですが、ある日、なんか変なの取れたって連絡があり向かってみると、山積みの魚の中に、変なヒレの巨大な魚を見つけました。今まで見たこともない魚にラティマーさんは、なんて魚かわからないけどなんかすごい魚な気がする。ってことで南アフリカにあるローズ大学のスミス教授に、これなんすか?って、全体図のスケッチとかを送りました。ちなみに、そのスケッチがこちら。T シャツとかで出したら売れそう。で、それを受け取ったスミス教授。これシーラカンスじゃね。ってことで現地へ向かい調べてみた結果、マジでシーラカンスじゃんということがわかり、コシノジュンコさんが生まれた1939年に、このシーラカンスを、ラティマーさんの名前と取れた場所から、ラティメリア・カルムナイという学名をつけて、シーラカンスがまだ生きていることを発表しました。ただこのシーラカンス、スミス教授が来るまでの間、保存する場所がなかったので内臓などは廃棄してたりと、情報としては不完全だったため、スミス教授は、より完璧なシーラカンスを求めて、2匹目のシーラカンスを懸賞金までかけて探すのですが、これが全然見つからなくて、ようやく見つかったのは、スティーブン・セガールさんや秋元治先生の生まれた1952年と、14年もかかってしまいました。場所は、モザンビークとマダガスカルの間くらいにあるコモロ諸島で見つかりました。で、またしてもここで問題が発生してて、見つかったはいいものの、この島フランスの領土なんでそこに行く方法がなかったんです。困ったスミス教授は当時の南アフリカの首相に連絡して、これがどれだけすごいことかと説明した結果、軍用機を出してもらうことになり、無事にシーラカンスを手に入れることができました。まあ勝手に持ってきちゃったんで、フランスがブチ切れてこの後いろいろするんですが。でこのコモロ諸島なんですが、シーラカンスのことをまずいし売れないし、役に立たない魚としてゴンベッサと呼んでいたりと、実は昔から取れていたらしく、シーラカンスはコモロ諸島周辺に多く生息していて、ラティマーさんが見つけたのは偶然迷い込んできたものだったようです。ラティマーさん知識も判断力も行動力も素晴らしいですが、運もとても良かったようです。こうしてアフリカで見つかったシーラカンスですが、そこからさらに時は進み、元 SKE48 の松井樹里奈さんが生まれた1997年、新婚旅行でインドネシアに来ていたカリフォルニア大学のマーク・アードマン教授の奥さんが、市場で変な魚を見つけました。もともとシャコの研究をしていて、海洋生物にはそれなりに詳しいマーク教授は、これがシーラカンスだとすぐに分かったんですが、さすがに新婚旅行中にこんなでけえ魚の死体持ってらんないし、取った漁師に聞いたらたまにだけど取れるみたいだから、じゃあみんなもう知ってるでしょと一応写真撮って話だけ聞いてその場を去りました。ただ、やっぱりなんか気になるなと調べてみたら、インドネシアでの発見はまだ報告されてなくて、改めてインドネシアにシーラカンスを探しに行ったところ、今回はすんなり見つかって、同年7月に再び手に入れることができました。調べた結果、ミュウツーの逆襲が公開された1998年に、南アフリカのとは別の種類のシーラカンスだということがわかり、2種類いるよということがわかったんです。
ちなみに南アフリカでは役立たずと呼ばれてたわけですが、インドネシアでは海の王者と呼んでたそうです。扱い違いすぎじゃね。この2種類のシーラカンス、見た目はほぼ一緒で若干色が違うそうですが、遺伝子レベルで見てもあれ資料間違えたかなってくらい違いはごくわずかで、本当によく似ているそうです。このものすごく似てるっていうのはシーラカンスの特殊なところで、この2種類はもともとは近いところにいたけど何らかの理由で3500万年前に分かれたとされています。ヒゲクジラとハクジラが分かれたのは2700万年前だって言いますし、猫だって2500万年前はまだまだこっからライオンっぽいのとかに分かれていく前ですから、3500万年もあれば相当いろんな違いが出そうなものですが、それがほぼ起きていないことからシーラカンスは異常なほど変化が遅い生き物ということが分かるわけです。で、そんな現代にも生きている2種類のシーラカンスですが、大きさもどっちも同じくらいで、全長 1.5 メートルから2メートルくらい、重さは大きいものだと90キロ以上とかなり大きな魚です。これだけ大きいならさぞ食べ応えがって感じで、味はどうなのかというのが気になるところですが、昔少年ジャンプの企画で鳥山明先生たちがシーラカンスを食べたけど、まあまずいと不評で、油壺マリンパークの館長にもなった魚類学者の末広康夫博士も食べたことがあるらしいのですが、水っぽいし味はなく濡らした歯ブラシみたいと、やっぱり不評だったようです。シーラカンスの肉質は繊維質で硬く、また旨味成分のアミノ酸がないので味は薄く、油は多いようですが、その油もワックスエステルっていう人間には消化できないものなので、お尻から油が強制的に漏れ出してきて、しばらくトイレとお友達になってしまうそうです。ちなみにこれをユシシャゲっていうそうです。鳥山明先生もユシシャゲってたんでしょうかね。しかもサメなんかと同じで体中に尿素が含まれてるので、すぐに処理しないとアンモニア臭いそうです。臭いはまずいはユシシャゲるわって、そりゃ誰も食べないし、漁師から役に立たない扱いされても仕方ないですね。住んでいるのはさっきも言ったようにコモラ諸島周辺やインドネシアのスラウェシ島付近で、深海魚のイメージが強いシーラカンスですが、浅いところだと40メートルから100メートルくらいのところでも見つかっていたり、かといえば700メートルぐらいのところにもいたりと、深さの範囲は広いみたいです。また環境なんかはだだっ広い開けた場所ではなく、大陸棚などの岩場や海中洞窟なんかに住んでいて、シーラカンスのこの迷彩みたいな色は岩場に溶け込むようになってるみたいです。隕石なのか鉄カブ調のせいかわかりませんが、恐竜や浅瀬にいたシーラカンスたちがどえらいことになってる中、こういったところに住んでいるおかげで生き残ってこれたんじゃないかなと考えられています。見た目の特徴で言うとヒレが10個もあってなんかかっこいいです。よく間違えられますが、この後ろのヒレは1枚の大きな尾びれじゃなくて、背びれと尻びれとめちゃくちゃ小さい尾びれの3つで構成されています。そしてシーラカンスといえば、この胸びれや腹びれなどの肉付きのいいしっかりとしたヒレ、中には骨と筋肉があって関節もあり、人の手首や足首のように動かすことができます。このようなヒレを持つ生き物を肉鰭類って言って、今生きてるのはごくわずかとなっていますが、昔はいっぱいいたそうですよ。そんなシーラカンス、他の魚とヒレが違うってだけあって泳ぎ方が独特で、よく見る魚のように体をうねうね動かして尾びれを使って泳ぐのは苦手です。ただだからといって泳ぐのが苦手というわけではなく、このよく動く胸びれや腹びれなどを使って頭の向きを変えないで前に後ろに上に下にと移動したり、頭を下に向けて逆立ちした状態でそのまま餌となる生き物を待ち伏せしたり移動したりと、結構器用だったりします。ただ器用ではあるんですが、スピードは出ないだろうし、長距離移動は難しいんじゃないかと考えられていて、話が前後しますが、2種類のシーラカンスが遺伝子的に近いのはどっかで合ってるんじゃないかなっていう考えももちろんあるんですが、こういった理由からそれはちょっと難しくないかって考えが優勢みたいです。で、こんなヒレを持っていることから、シーラカンスは陸に上がった生き物の祖先なんじゃないかとか言われたりするんですが、陸上に上がった生き物の祖先はシーラカンスなどと同じ肉鰭類ではあるんでしょうが、シーラカンスは割と早い段階で独立していて、陸に上がったのはまた別の肉鰭類だと考えられています。でもまあみんな絶滅しちゃってたりするんだし、一番近いのはシーラカンスなんじゃないのって感じですが、
アフリカやオーストラリアなどにいるハイヨって魚も肉き類なので、みんな絶滅しちゃったわけでもないし、近さで言うとハイヨの方が陸に上がった生き物に近かったりします。そんなシーラカンスですが、見た感じごつくて硬そうで、実際コズミンリンっていう象牙質とエナメル質でできた特殊な硬い鱗で覆われているんですが、肋骨はないし、ほとんどの骨は軟骨だったり、さらには背骨は他の魚というか私たち哺乳類や爬虫類なども持っているような硬い背骨は持っていなくて、この硬い鱗のおかげで体を支えられてるんじゃないかとも言われてます。なんか虫みたいですね。ただ背骨がないと言っても硬い背骨がないというだけで、脊柱っていう軟骨でできた節のない柔らかい一本のチューブみたいな背骨が通ってます。シーラカンスという名前はもともとは空洞の骨って意味の言葉で、この脊柱を見てつけられたと思われがちなんですが、尾びれの骨が空洞なことかららしいです。寿命は100年くらいとすごく長生きで、性成熟するのには40年から70年くらいかかるとされています。また卵をお腹の中で孵化させて産む卵胎生で、妊娠期間は5年とめちゃくちゃ長かったりするそうです。ってことは初めて見つかった時に生まれたのがまだ生きてるってことか、すごいな。といろいろ分かってきたこともあるんですが、例えば卵胎生の魚っていうのは精子をメスの体内に送る必要があるはずなのに、オスにはそれらしい器官がなく繁殖方法が不明だったりと、まだまだ分からないことも多い生き物です。これからどんどん研究が進んで、いつか普通の人でも生きたシーラカンスが見られるようにってなってもらいたいものですが、正確な数はわからないものの、おそらく数は相当少なくて、鱗一枚ですら取引を厳しく取り締まられてて、剥製すらも貴重だったりします。それなのに最近になってすごくよく取れるようになってきてしまったそうで、マダガスカルでは多い時には1週間で10匹以上なんてことも。これはシーラカンスが増えているとかではなくて、年々ヒレや油の需要が高まっているサメを効率よく取るために、刺し網っていう深いところの魚を取るのに適した漁法をよくするようになったので、シーラカンスも取れちゃうわけです。生き残った理由といい、発見した状況といい、運がいいって感じのシーラカンスですが、6500万年で運を使ってしまったのか、サメのとばっちりで大変な目に遭ってるみたいです。じゃあね。